まだ少し暗い部屋、魔を使いが折れて、さよならと駆けつけた。季節のない日々が重なり始め時を、まだ覚えているよ。好きな色で飾りつけてごらんよ。一つ一つ絡ませてはといた。乱れていたことに気づく前に、僕らは完成を恐れて遠ざけてた。今は白黒の舞台から全身の夢を見てる。再生用の足音、そして冷めていた余人間はその色を変え、産声を開けた。季節のない日々が三軒なく続いてく。そんな気がしているんだ。真実はどこか期待外れ、悲しみをまとったかけど、いつも完成を恐れては閉ざしたストーリー、開いたその続きは白くの舞台から天使の夢燃えてる。再生そして冷めていた巨人間はその色を変え、産声